コンスタンチェ・モーツァルトは、オーストリアの作曲家、モーツァルトの妻。作曲家、カール・マリア・ホン・ベイバーの23歳上の重視にも、あたる。コンスタンチェ・ベイバーとして、ドイツ南西部のバーデン・ビュルテンベルク州、ゼル・イム・ビーゼンタールに生まれ、ソプラの歌手であった。多くのモーツァルトの伝記において、コンスタンチェは、愛のない、不実な、不祥な人物として描写されている。 悪災の一人とされているが、その審議については、様々な議論がある。モーツァルトの死後、ゲオルク・ニコラウス・ニッセンと再婚した。ザルツブルクで没している。コンスタンツェ・モーツァルト両親は、フランツ・フリードリンとマリア・ツェツイリア。姉は、ヨゼーファとアロイジア。妹は、ゾフィー。モーツァルトとコンスタンツェは177 17年に、マンハイムで知り合った。 モーツァルトが彼女の姉アロイジアに夢中になっていた時のことである。モーツァルトが1781年にウィーンに転居してベーバー家に再会するがアロイジアはすでに結婚していた。モーツァルトはベーバー夫人が所有する神の目館の部屋を借りて下宿した。モーツァルトはコンスタンツェとの婚約を条件にベーバー夫人から交際を許された。その際、モーツァルトがサインさせられた。 薬状所では3年以内に結婚しない場合には医薬金を支払うこととされていた。しかし、コンスタンツェ自身はその薬状所を破り捨てた。モーツァルトと1782年8月4日に結婚。コンスタンツェは8年間の結婚生活において妊娠出産を6回して体力を使い果たしたという。これらの子供のうち幼年期を生き延びることができたのは カール・トーマスとフランツ・クサーバーの二人だけであった。モーツァルトの大ミサ曲は、コンスタンツェとの結婚の時期に作曲が始められた。注文を受けたのではなく、モーツァルトが自発的に作曲したもので、1783年10月26日に、セーペテロ教会でこの曲が演奏された時には、コンスタンツェがソプラノ読書を披露した。この大ミサ曲は、 私の愛しいコンスタンツェのためにと書かれたソルフェージュと、声楽技法的に関連性があることから、コンスタンツェのソプラノ読書は、作曲の当初から想定されていたものと思われる。1789年、足の病気にかかり、医師の勧めによって、以後毎年夏になると、バーデンに当時に出かけた。モーツァルトは同行せず、妻に宛てた多くの手紙を書き、苦面した費用を送金した。 モーツァルトの死亡した1791年、コンスタンツェは二人の子供の養育とモーツァルトの残した負債に一人で立ち向かうこととなった。家庭が貧困に苦しんでいたのにもかかわらず、レクイエムの未完成の送付を含む自筆布をすぐには手放さず、1799年に音楽出版社ヨハン・アントン・アンドレに売却されたのが最初である。 さらにその10年後の1809年にコンスタンツェはデンマークの施設秘書外交官であるゲオルク・ニコラウス・ニッセンと再婚した。ニッセンと共にモーツァルトの最初の伝記を執筆した。1821年にこの夫婦はザルツブルクへ引っ越し、1826年にニッセンはそこで成居している。晩年のコンスタンはドームにほど近いミハイル広場にした住居に暮らし、 1841年には、モーツァルテウムの設立にも関与した。1842年3月6日にコンスタンツェは、ボッスルが、ミハイル広場には、同年9月4日に、ミュンヘンの彫刻家、ルートビッヒ・シュバンターラー作のモーツァルト記念像が、建てられ、その後、モーツァルト広場と命名された。コンスタンツェの墓碑、コンスタンツェの墓は、ザルツブルク新市街の聖セ,セバスティアン教会にある。 同じ墓には、モーツァルトの父であるレオポルト・モーツァルト、二番目の夫、ニッセン、姉アロイジアも眠る。1840年のコンスタンツェこれらのうちの、いくつかは、生活のためにやむを得ず行ったという解釈が成り立つ。また、悪女として後世に語り継がれる彼女だが、次のような反論もある。コンスタンツェは、知療深く、 経済関連も発達していて、夫の作品を守ったことは、多くの資料が証明しているとする意見もある。こうした意見を受けてか、アマデウスでは、生活苦に陥っても夫の作品を誇りに思い、作品の屈辱的な扱いに憤慨するという一面が描かれた。1840年頃に撮影された、コンスタンツェが写っているとされる写真。 1840年10月頃に撮影された78歳のコンスタンツェと思われる人物が写っている銀板写真が残っている。写真はバイエルン州のアルトエッティングにて撮影されたと言われる。コンスタンツェは前列左にバイエルンの作曲家マックス・ケラーが前列中央、右手にはケラーの妻ヨゼファーが写っている。この複製は 2004年にアルトエッティングの資料室で発見された。ただし、様々な理由からこの写真がコンスタンツェを写したものではないという反証がなされている。理由として、一つに、当時のダゲレオタイプの感度やレンズの明るさでは、露光に時間がかかり、このような綺麗な肖像写真を撮ることは不可能であるというものである。二つに、晩年のコンスタンツェは関節炎にかかっていたため、 移動することは、ままならず、ケラーの元を訪れることはできなかったというものである。ありがとうございます。